また新しいミニ PC が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。B-Link のミニ S シリーズです。こちらのミニ PC はですね、価格が安かったので購入しました。価格はですね、一応タイムセールの価格になりますけど、19,880円でした。まあ2万円切りのね、ミニ PC ということなんですけれども、なんと CPU は 今ね、非常に話題になっている N95 を搭載していますで。私のチャンネルでもですね、N100 とか N95 のね、ミニ PC 紹介してますけれども、まあ、非常にですね、まあ、ローエンドの CPU なんですけれども、パフォーマンスが高い、性能が高いということで、まあ、非常に人気になっています。で、N の95だったらもう今ね、2万円切りで十分購入できますね。もちろんタイムセールの価格にはなりますけれども、ただ Amazon ってもう頻繁にタイムセールやってますんで、まあ、k ー e ーかなんかにですね、N95 のミニ PC ね、 え、登録してですね。まあ、2万円切ったら通知が来るように設定しておけば、まあ、すぐね、買えると思います。で、私はこれ1万9 8 0 0円で買ったんですが、まあ、同時にですね、同じ1万円台後半、まあ、ちょうど2万円切りで、え、他のメーカーで N95 のね。 ミニ PC 販売していましたんで、まあ、ちょっと通常価格ではやっぱり2万円超えてますけども、まあ頻繁にやっているタイムセールをね、まあチェックしていればすぐに2万以下で購入できると思います。で、CPU は N の95なんですけども、えっ、ー、とメモリーは8イトストレージは2ゴロですね。Wi-Fi 5に対応して、えー、優先はギガビットイーサネットということで、まあこの辺はですね、 それほどね、まあ目を見張るところはないんですけれども、まあとにかく1万円台ですね。2万円切りなんで1万円台で N95 のミニ PC が 簡単に手に入るようになりましたので、まあ、今回は紹介させていただきます。それではね、早速開けてみようかなと思いますけど、まずここに技的マークがですね、めちゃくちゃでかいシールで貼ってあります。で、b リンクの PC はね、先ほど言いましたで、私は初めてなんですけど、ま、あ箱もですね、すごくちっちゃくて、まあ、いかにもミニ PC らしいですよね。まあ、これが今パソコンっていう感じなんで、 ちょっとね、昔のもうデスクトップのイメージっていうのは、本当にね、ミニ PC はないですよね。それではですね、同梱品確認していきましょう。まず説明書が入っていました。これはね、多言語に対応したやつです。ここに JP ってありますけど、ちゃんと日本語の表記もあります。まず電源ですね。電源は残念ながらタイプ C ではありませんね。まあこういう昔ながらのやつです。で一応これ1 2ン3アということです。 で、あとは、えっ、ー、と、ベーサーマウントの金具が入っています。あと、それにつけるビスですかね。でも2種類入ってますね。まあちょっとわかんないんですが、まあベーサーのビスでしょう。で、あと、この、えこれ短いのなんだこれ何これ短いのは、あれ ?HDMI か。HDMI だけど、異様に短くないか、これ。何使うんだ、これ。え ?HDMI ですよね。これ、やたら短い HDMI と、これは これも HDMI だよね。あれちょっとよくわからないんですが、えっ、ー、と、一応 HDMI のケーブルが2つですね。長いケーブルと、ちょっと異様に短いケーブルとね、2種類入っています。まあ、とりあえず、でも HDMI のケーブルが入っていればすぐに使えますんで、まあ、これは嬉しいですよね。ただ、この短いのはどうやって使うのかちょっとよくわからないです。 それではね、本体の方を見ていきたいと思います。本体はですね、思ったより小さいですね。まあ箱も小さかったんですが、まあなかなかこれはね、可愛らしくていいですね。で、非常に軽量です。軽いですね。で、まあ全部プラスチックですね。まあ全部プラスチックなんで、まあ逆に言うと非常に軽いということです。まあこれはこれで科学考えれば別に悪くはないかなと思います。一応天板はですね、少しこうボコボコしたデザインになっていて、 まあ見た目にもね、少しこうボゴボゴしてるのがわかると思いますけど、まあこれもですね、まあ落ち着いたデザインで、えー、まあ悪くないんじゃないかなと思います。で、電源ボタンが赤ですね。しかもこれゴムですね。あの滑りづらいゴムのボタンになってます。それではね、ぐるっと見ていきましょうか。えー、と、まずここにリセットボタンですね。で、USB のタイペイ3.2が2つ。これが正面でしょうね。で、3号のイヤホンジャックです。 あと、電源ボタンですね。これさっき言った通り赤くなっていて、これだけね、ゴム素材なんですね。で、サイドは、まあ、ちょっと通気口みたいなね、えー、穴が開いています。で、背面の方も、まあファンのね、通気口があって、で、USB の3.2が2つ。で、これが優先欄ですね。HDMI が2つに、えー、ケンジントンロックと、あと電源ということです。 で、こういったミニ PC ね、やっぱりタイプ C は削られていますね。なかなかね、こういう安いものだとタイプ C まで搭載しているものは少ないですよね。まあ、それでもタイプ A が4つあって、まあ、前と後ろに配置されてますんで、まあ、使いにくいってことは特にないと思います。まあ、よく言えばタイプ C があったらよかったかなというところでしょう。 で、そこの方はですね、えー、ちゃんとゴム足になっていて、そこにビスがついています。まあね、たまに、あのね、この足の下にビスがあって、中を開けるときに、この足をむしらないとねいけないものがあるんですけども、まあこれは足をつけたまんまビスが取れるということで、この辺もいいと思います。であと、ここになんか、ゴムが出てるんですけど、なんですかね。これやっぱ開けるときかな。開けて、これを引っ張って、開けるっていうことじゃないかなと思います。で、一応ここに、えー、っと、 デリートボタンで BIOS に入りますってことが書いてありますね。で、F7 キーでブートメニューですかね。を選択できますということで、一応ここにね、その BIOS の入り方もしっかりと書いてあるんで、非常に親切です。で、あとちょっと注意書きがですね、なんかここにシールで貼ってあって、えっ、ー、と、個人アカウントでログインできないときは Wi-Fi と、えー、Wi-Fi とランカ。要はネットワークに接続しないで、えっ、ー、と、スキップオプションを選んで、 なんかログインしてくださいみたいな書いてありますね。ちょっとこの挙動怪しいな。ちょっと Windows が怪しい可能性がちょっとありますね。普通こういう挙動はしないし、こんなこと一時書かないと思うんですけど、ちょっとこれ心配ですね。それでは重量測ってみましょう。たったの2 6 6ムです。それではね、一応ビス取りました。で、やっぱりね、ここつまんで開けられるようになっています。ただ注意したいのは、一応ね、これケーブルがついてるんで、勢いよく開けると一応蒸しれちゃうかもしれないんで注意してください。 で、このケーブルはですね、ここにまあ2.5インチのハードディスクとか、まあ、SSD がどうも付けられるようです。まあそのビスがね、まあ付属していたというところです。非常にね、コンパクトなミニ PC なんですが、まあ一応ですね、2.5インチが増設できるということで、これはね、まあ結構いいんじゃないかなと思います。 それではね、一応中見ていきましょうか。ちょっとこのリボンケーブルが抜けちゃうとまた刺さんないと嫌なんでそのままやります。えっ、ー、と、メモリーと SSD があって、まあこれはね、蓋を開けるとすぐにアクセスできるんでいいと思います。で、メモリーは1枚しか刺さりません。で、LPDDR4 ですよね。で、3200ということです。私は8ギガのモデルですね。 で、こちら側に SSD があって、一応ここにね、M.2 の NVME と書かれていますんで、まあ安いね、ミニ PC って SATA 接続のものが多いんですが、これは一応 NVME になってるということで、価格考えたら結構頑張ってるんじゃないかなと思います。まあただなんかこのヒートシンクを貼る、なんかシートっていうかパッドみたいなのがなんか中途半端にここだけ貼ってあるんですけど <laughs>、これって正しいですかヒートシンクじゃなくてヒートシンクの間に貼る、なんかベトベトしたシールみたいなやつがここに、 あの、半分だけ貼ってあるんですけど、これ正しいのかな <laughs> ちょっとよくわかんないですけど。まあ、一応こんな状態です。それではね、早速起動していきたいと思いますけど、やっぱりこういった中国のミニ PC の初回起動時は見逃せないので、とりあえずね、えー、撮影しながら行きたいと思います。電源をオンして、こっちもオンどうだ最初の起動はどうだ えっと、起動しましたけど、言語選択ですね。まあ、いきなりログインしてるとか、そういうことはなかったんで、まあ、とりあえずここまでは、まあ、普通ですね。それではね、セットアップ終わりましたんで、どのぐらいで起動するかね、まず起動時間見ていきたいと思います。せーの、ドーン。起動時間はね、17秒です。まあ、Windows はね、ログインをパスできますので、本当にデスクトップ画面が出るまで17秒ということなんで、まあ、これであればね、もうストレスはないと思います。 それではね、ちょっと気になっていた Windows のライセンスチェックしてみました。えっ、ー、と、ボリュームなんちゃらになってますね。確かこれボリュームなんちゃらってまずいんじゃなかったでしたっけ、えー、通常は OEM とかじゃないかなと思うんですけど、まああんまりね、私もよく知らなかったということで、まあこれはそっと閉じておきましょう。それでは一応ハードウェア確認していきましょう。CPU は N-95 です。TDP は1 5ト4個は4スレッドですね。 シングルチャンネルで、メモリは DDR4 ということです。やっぱり SSD は2頃で、えー、NVMe になってますねで。ネットワーク関係はあ、有線はね、やっぱりギガビットイーサネットです。で Wi-Fi は AC ですね。Wi-Fi5 に対応しています。それでは以上、定番のシネベンチ R23 やってみましょう。前も一回やってますけどね。もう一度やってみたいと思います。 この端末はですね、あのファンが回っているんですけど、めちゃくちゃ静かですね。本当に耳をね、澄まさないと聞こえないぐらいです。今、シネベンチ回して負荷がかかってるんですけど、それでもすごく静かですね。とりあえず喋るのをやめてみたいと思います。こんな感じでですね、めちゃくちゃ静かなんですよね。えっと、今、シネベンチやって負荷かかってるんですが、消費電力は 21W です。 それではね、シネベンチ R23 の結果が出ました。えっ、ー、と、マルチコアが2549ポイント、シングルコアが901という結果ですね。まあ、やっぱりね、まあ、ライバルは N100 なんですけども、N100 だと、まあ、条件がいいと、えー、マルチコアで3000ポイントぐらい出ますかね。 えー、まあでも L の95でも2500から良ければ2700ぐらいまで出るんじゃないかなと思いますんで、まあ体感できるかっていうとそんなに体感できないかもしれないですね。まあただベンチマーク言うと基本的に N100 の方がだいたい上なので、まあ価格差多少ありますけど、でも数千なんでね、 そこまで価格にこだわらない方は、やっぱり N100 を買うっていう選択肢もあるかなと思います。おそらく5000円の価格差も、まあ、ないんじゃないかなと思いますんでね。まあ、逆に言うと同じぐらいだから、言ってもね、体感できないぐらいの、まあ、性能差なので、まあ、安い N90 を買うっていう選択肢もあるのかなという気もします。それではね、ブラウザのベンチマーク、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は48000点ということですね。 まあだから N100 とまあ変わらないですね。ブラウザのベンチマークだったらほとんど変わらないかなと思います。それではね、同じくブラウザのベンチマークスピードメーター2.0やってみました。スコアの方137点ということで、これも N100 とほぼ変わりはないですね。まあだからブラウザでね、使う分にはそれほど差はないのかなというところです。 それではね、最近やっているベンチマークね、WebGL のベンチマークやってみたいと思います。えー、最初500匹から始まります。これはもうね、フレーム60フレーム張り付いています。でもこれはね、みんな、どの端末でもほぼ60フレームね、張り付いてるんで、ここはまああんまり関係ないです。まあ問題は5000匹にした時にどの程度出るかということですね。あー、5000匹で49、47。 しか出てないですね。ちょっとこの辺がやっぱ N100 との違いかなと思います。えっ、ー、と、以前に N100 のクロンブックかなやった時は60張り付いてましたので、ちょっとこの辺が、まあ、N95 の弱いところなのかな、えー、グラフィック関係が弱いのかなっていう感じですかね、えー。まあ47フレームということで、まあここはやっぱり N100 との差はある感じですね。 それでは次はね、えー、最大3万匹ですね。マックスにしました。フレームレート14しか出てないですね。やっぱりこれね、N100 の Chromebook でやった時は、確か24フレームぐらい出てましたので、まあ24フレームだったら一応映像としては成り立ちますよね、みたいな話をしたんですけども、まあ14だと少しやっぱりカクカクしてる感じがね、まあ肉眼でもわかるかなというところなので、やっぱりちょっとこういう処理は苦手みたいですね。 それでは次は YouTube で 4K60 フレームの動画再生しています。これは全く問題なく再生できます。隠すことは一切ありません。CPU の使用率は大体15からまあ30ぐらいをまあ行ったり来たりしている感じでしょうか。それではまあ言ってもね、まあ、ローエンドの CPU なので、やっぱりブラウジングとかまあ動画の視聴といった使い方がメインになると思います。これはオンラインの Excel ですけども、どのぐらいで文字入力できるかやってみましょうか。 娘のスマホですと。このぐらいで日本語入力できれば問題ないですねと。はい。全然遅延とかもないので、やっぱりこういったウェブサービスってまあ思いっちゃ思いんですよね。やっぱりちょっとスペックの低いクロームブックなんかでも最初の一文字が出るのすごく時間かかったりとかね。まあそういうことあると思うんですが、まあそういうこともなく結構サクサクと利用できますんで、まあこういった使い方が一番適してるんじゃないかなと思いますね。 えっと、今一連のベンチマークやってきて CPU の温度はマックスで91度まで上がってますね。でサーマルスロットリングの制限がかかってるということでハイになっています。で、これマックス最大で 3.4GHz なので3.39なんで、まあこれはほぼマックスで動いてるということですね。ストレージの方は NVMe ということで、速度を測ってみました。シーケンシャルで800台ということですね。だからまあサタよりは早いですけども、まあ爆速というわけではありませんが、まあそれでもやっぱね、まあこれ1万円台のミニ PC ってサタ接続のものが多いと思いますんで、まあその辺考えれば頑張ってるんじゃないかなと思います。 ということで今日は Amazon で2万円切りのね、N95 を搭載したミニ p c b リンクのミニ S12 ですかね。まあ、こちらを紹介させていただきました。 ま、2万円以下で購入できるミニ PC としてはかなり性能が、ね、高いブレに入りますんで、まあ、ライトの扱い方だったら十分サクサク利用できる端末になっています。まあ、だいぶね、N90 も価格が下がって買いやすくなってるんじゃないかなと思います。ただ N100 も下がってきてますんで、まあ、例えばね、この、私が買ったのはこれですよね。2万円ちょっと切るぐらい。19880円かな。えー、ただこれのプロモデルっていうのが存在していて、え、これが N100 なんですね。 で、アマゾンでこれのラムが 16GB 倍ですね。だからね、私が買ったやつの倍。さらに、ストレージも 512GB になったやつが、まあ、26,900円くらいかな。だから、7,000円くらい出せば N100 でメモリも倍になるし、ストレージも倍になるっていうことなんで、 まあそっち買った方がなんとなくお得かなっていう気もします。まあ7000円をね、どう見るかっていうところだと思いますけど、まあでもライトな使い方、まあ私みたいにクローンブック的な使い方でしか使わないっていうことであれば、別に N の95でも全然問題ないんで、まあやっぱりその7000をどう見るかっていうところがね、まあ非常に微妙なところだと思いますけれども、まあいずれにしてもですね、かなり低価格で販売をしていますし、まああとですね、N の100もですね、本当にどこのメーカーでも一番安いものっていうことであれば、まあ2万円台前半で ででもね購入できまあ、その辺もですね、ちょっとチェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、本当にね、あの、先日もクローンブック紹介しましたけど、N100、N95。まあ、非常にね、まあ、性能が高くて、比較的安いということで、これはですね、本当にローエンド CPU の中ではね、まあ、かなり、あの、パフォーマンスもいいですし、まあ、だから結構ライトな使い方をしている人にとっては非常に嬉しい CPU なんですよね。まあ、これが本当に1万円台でまあ購入できる。まあ,あ、るいは2万円台で購入できる。 2円台前半から2万円台で購入できるということであればまあ、かなりお買い得じゃないかなと思いますまあ、一応購入先はですね動画の説明欄にリンクを置いてきますので気になる方はチェックをしてみてくださいはい今回は以上です